皆さんこんにちは。メロディーレコーズオフィス絆の京香と申します。はじめまして、私は北陸は金沢からこの関西を中心にやってきております。この日本アーティストクラブテレビという SNS の、番組に移りまして、今日は収録に来ております。なぜこの関西によく来るようになったというと、この私の曲です。道頓堀と書いてトンボリエレジーという曲を歌わせていただいております。これ見てください。綺麗ですね。現物です。今パソコンというすごい機械でね、こういう綺麗になるんですね。そういうことは言わなくてもいいよってよく言われるんですけれども、はい、後ろはこういう着物スタイルで、やはり北陸は金沢でございますから、和服というものも、はい、私とっても大好きなんで、着付けも全部自分でいたします。ということで1年前に、オフィス絆光岡代表と、出会いまして、そしてこの道頓堀トンボリエレジーという曲がいい曲だね、もっと関西に広めたらいいよという優しいお言葉、出会い、そしてそのお言葉に対して感謝という意味で、一生懸命関西の方を中心に回らせていただいております。はい、そしてこのコロナの時期、いろんなイベント、そしてお祭りごとが全て中止、そして延期、そしてなんか去年のものが流されたりとか、いろんなことがあります。でもその中でもこういう日本アーティストクラブテレビのこういう SNS を通じて皆さんにお届けできるという新しい番組が今始まるということで、はい、私はこのスマホのSNS とかいろんなものをとっても苦手なんですけれども、それを通じていろんな歌い手の方、お仲間がね、どん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 増えていただいて、一緒に手をつないで、皆さんにこの私たち歌仲間の方が、いろんな方に知っていただいたらいいなと思っております。今後のイベントに関しましては、オフィス絆クリスマスディナーショーが12月20日開催されます。その時に私もお手伝い、そしてまた歌わせていただけたらとっても幸せだと思っております。そして今新しい曲、愛のハーモニーという曲に一生懸命今挑戦しております。その曲が皆様のところにまたお届けできるようになった時は、ぜひカラオケで歌っていただいたり、聴いていただけたら嬉しいなと思っております。ありがとうございます。またよろしく。ビルの谷間のコンクリートに人目に触れず咲いてるアザミ、どこか似ているこの私、切ないね。一人で生きていけるなんて、強がって見栄を張って別れたあの日。